はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さ、本日紹介するのはこちら、じゃーん、初音ミクチョコレートギフトセットですね。はい、いつだったか、プレミアムバンダイの方で受付開始したミクちゃんのチョコレートになります。はい、本日はですね、こちらの方、ギターのやつ頼みましたので、開封していきたいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、バシーとミクチャンネル。はい、外見なんですけども、そうですね、茶色って言えばいいかな、の箱になってまして、裏まで、なんかチョコレートを意識したようなカラーになってますよね。表面しか、書いてないんですね。ミクちゃんの、イラストだとか、あとは文字とかのは、表面しかないんですけども、まあ、至ってシンプルなんですが、すごく結構豪華に見えますよね。じゃあ、早速開けてみましょう。よいしょっと、さ、スルスルっと開けてみてみると、今回はギタークロックってやつが入ってるんですね。で、ここに、初音ミク、初音ミクブレスレットですね、これね。うん、ブレスレットが入ってて、で、これが、初音ミク、ギターチョコレートって感じが書いてあります。なるほど。じゃあ、この中にチョコレートが入ってるんですね。開けてみましょう。まあ、今日はね、2月の14日、まあ、バレンタインということでね、ちょっとか、これをレビューしようかなと思ったんですけども、よいしょ。これ開かねえな。よっしゃ、じゃあ開けましたので見てみましょう。よいしょ、パカッと見てみると、おーすごい。なるほど、かなり綺麗にデザインされてますね。まあ、一目で一応ギターとはわかるね。へー、豪華だね、すごいね。はい、こんな感じのチョコレートが1個入ってます。甘い香り。はい、よいしょっと、ギターのチョコが入ってました。で、ブレスレットの方ちょっと開けてみましょうか。はい、じゃあ、開きましたのでやってみましょうか。ミクちゃんの金色のロゴが可愛らしいですね。スルッと見てみると、素敵な未来へつながっていく、ミクが刻まれたこのメダリオン、いつも身につければきっと素敵な未来へつながるでしょう、という感じに書いてありますね。さっと撮ってみると、おー、なるほど、綺麗だね。よいしょ、これはどうなってるんだ。よいしょ、ずるっと出してみると、あ、なるほどね、こんな感じですね。で、紐で調節するタイプのやつになりますね。おー、なるほど。綺麗だね。ミクのロゴがすごい可愛らしいというか、すごいかっこいいですね、これね。裏面は、ミクちゃんが刻まれてますね。はい。裏面はこんな感じになってます。ミクちゃんのロゴが入ってる感じですね。へー、いいね。なんか、すごい、シンプルでいいなと思います、こういうのね。はい、なるほど、なるほど、わかりました。じゃあ次、ギタークロックの方をちょっと見てみましょうか。はい、でですね、箱から取り出しましたので見ていきましょう。さあ、パカッと開けてみてみると、おー、なるほど。よいしょ、ちょっと取り出してみてみましょうか。よっこい、ちょっと、おー、なるほど。はいはいはい。ミクちゃんのギターのアクリルロックですね。ギタークロックですね。アクリルにプリントされているような形になってて、表面に印刷されてて、その上からさらにコーティングかけてないようなタイプになりますね。あー、なるほど、豪華なタイプですね。はいはい。で、おそらくこのままじゃ立たないので、おそらく中に台座か何かが入ってるとは思うんだけども、これか、鉄の支柱が入ってますね。よいしょ、これですね。なるほど。じゃあ、これを使って立てたつことができるというわけですね。よっしゃ。じゃあ、ちょっと早速立ててみましょうか。じゃじゃん。はい、完成しました。ミクちゃんのアクリルクロック、これで完成ですね。おー、なんか斬新。以前、レーシングミクちゃんの、アクリルクロックっていうのを紹介したんですけども、あれとはまたちょっと違う感じで、面白いね。はい。ただ、やっぱり時計は裏面についてるこの簡易タイプのやつですね。電池1本つければ動くタイプのやつになります。はい。まあ、なんで、仕組みとしてはすごく簡単なものなんですけどね。裏面に時計があって、で、その針が動いてという、実にシンプルなものになるんですけども。でも、まあ、前回のアクリルクロックとちょっと違うのは大きさなんですよね。今回は縦にすごく長いんですけども、前回はすごく横に長い。つまり、幅をよくよく取るというか、幅を取ってしまうタイプだったので、まあ、こういったコンパクトの方がむしろいいのかもしれませんね。机の上の時にこんな感じに置いておけば、全然問題なく使えるというか、なんか、違和感ないよね。はい。へー、なるほどね。可愛らしいな。鉄の支柱で、支えてるタイプになります。
ので、あのそんなに、なんて言えばいいんだろうな、すぐ倒れるようなことはないですね、前に傾けない限りは前がちょっと不安定なので、そこだけちょっと気にかかりますが、うん、でもまあ全然ありだと思います。なるほどね、はいはいはい。で時計の針も、まあ、あの後ろのやつですね、この後ろの歯車みたいのを、回してあげれば回るので、自分で時刻の調節することができますね。へえ、面白いね。なるほどなるほど。はい、じゃ あのとりあえずついてきたものは全部見ましたので、あのこちらのチョコですね、こちらのチョコをちょっとね食べてみたいなと思います。はい、どんな味するんだろうなはい、でですね、あのチョコレート、ちょっと切ってきましたので、食べてみたいなと思います。まずはギターの上の部分、これですね、はい、こちらいただきます。んー、甘い甘いね。うん、ミルクチョコレートって感じですね。うんうん、なるほどね。はい、で次、青い部分もありますので、ちょっとこちらも食べてみよう。多分味はあんまり変わらないと思いますけどいただきます。うん、甘いのは一緒なんですけどうん、あの青いところも特には味は変わらないですね。全部同じ味みたいです。なるほどね。あ、でも美味しかった。うん、ちょっとすごいお茶飲みたいはい、というわけで、初音ミクギタークロック、そしてギタークロックチョコレートの紹介でした。うん、すごく良かったかなと思います。はい、チョコレートの形も面白いですし、チョコレート自身もね美味しかったんで、個人的に不満な点は一切なかったです。はい、ブレスレットもついてきてくれるっていうのは嬉しいですよね。うん、あとギタークロックも割とまあ普段生活にも使えそうな感じだったので、個人的には嬉しかったです。うん、ミクちゃんのアクリルギター、ギター型のアクリルクロックっていうのは多分これが初めてだと思いますので、はい。これからもね、ちょっと大切に使っていきたいなと思います。はい。あと、まあ、個人的にちょっと、良かったなと思ったテーマとしては、ギタークロックの、アクリル板ですよね、が裏面に印刷ではなくて、普通に表面に印刷、そしてさらに、その上から、コーティング仕様っていうね、まあ、ちょっと豪華な仕様になってたっていう点がまた嬉しかったかなと思いました。はい基本的にアクリルスタンドとかもそうなんですけども、まあ、裏面に印刷しちゃって、裏面傷つけると本当にそのまま傷が入っちゃうので、アウト系なものが非常に多いんですけども、うん、まあ、そういった心配もなく普通に飾れそうだなと思いましたので、その点がすごい良かったかなと思います。はい、結構豪華な、やつでしたね。まだプリンバンダイで販売してたと思いますので、もし気になる方いましたらぜひちょっと食べてみてください。そして買ってみてください。はいあとフィギュア付きっていうのもありましたよね。うん、フィギュア付きの香港の方、フィギュアというか、ぬいぐるみですね、ぬいぐるみ付きの方は今回買わなかったんですけども、はい、まあ、気になる方ぜひそちらの方も手に入れてみてください。はい、というわけで、初音ミク、ギターチョコレート、そしてギターアクリルクロックの紹介でした。紹介してましたとミクでした。はい、またね、またね。ミクとパシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバッシーとミクチャンネルをお願いします。